新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種で大手商社の伊藤忠商事は社内託児所の保育士なども含めた職域接種を始めました。保護者様にも安心していただけるかなと思いますので、早く受けさせていただけて感謝しております。伊藤忠は今日から本社やグループ会社で働く社員などに加え、社内託児所を運営する会社の保育士らおよそ1500人の職域接種を始めました。今回の職域接種では希望する7000人ほどが接種を受ける予定で、3月半ば頃の完了を目指します。